はい、それでは2016年10月、今日は収録が12日なんですけれども、放送は金曜日なので14日になります。これは補選の2日前、あ、補選じゃない、新潟知事選の2日前になります。はい、じゃあ今日行きますのは、まず、ちょっと今日お題を作るあれができなはい、かったので、もうじゃあ行きいましつょものパターンで、では、歯医者さんからよろう。はしくい、お願いしもうます。歯医者さん。はい。じゃあ私の今日のテーマは、正規等級工業は震災復旧工事で談合と。これ、正規等級工業ってのは、やっぱり等級系列の。はい、等級グループで、道路の舗装とかをやる会社。で、等級建設と補完関係にある。なるほど。特許建設の子会社ってわけじゃではない。ないです。旧外会社っていうか、関連会社的な感じ。なるほど。まあ、登記で入りますからね。登記グループ。お林さんの対象になります。で、まあ、これ、正規等級工業株式会社というのは、東日本大震災の復旧工事で談合を繰り返す。で、震災復興を食い物にする。確かに。あれにね、で、次の、文章がさっき言った、道路の施工舗装を主業として、東急建設は、これは八王子の公団結果マンションとか、豊洲市場施工で、非常に高い会社ですけど、東京も他の関係にあります。で、談合は東日本高速道路株式会社、東日本の東北支社と関東支社が発注した工事で行われました。で、東北支社談合においては、正規東急工業の担当者は、パイグループ連絡役の常盤工業の担当者に大雑把な額などを伝えて、談合の協力を依頼する。一口に談合っていうと、まあ、談合にやって業者ってみんな悪い業者なんですけど、ただ実際は、お前言うこと聞けよっていう立場の人と、まあ、仕切り役と、分かれています。そうです、立場違いますので、一括りにはできないですね、談合の場合は。で、正規等級工業は、お前を言うこと聞けっていう方だった。指導的立場になるって。なるほど。一番けしからないやつですね。公正取引委員会は2016年3月に、正規等級工業株式会社らに独占禁止法違反、不当な取引制限容疑で立ち入り検査に入りました。で、排除措置命令も最近出しました。で、さらにこれだけでなくて、正規等級工業は神戸市内など道路舗装工事に使うアスファルト鋼材の販売価格を引き上げる目的でカルテルを結んでいたとらになります。で、これが一番新しい、最新、もしお題にした理由で、公正取引委員会は先月末の9月28日、29日に独占禁止法違反、不当な取引制限容疑で政府等級工業らに立ち入り検査をしました。政府等級工業は、2007年9月から請け負った大阪空港 B 滑走路の舗装工事では、アスファルトに大量の鉄線が混入したという事件を起こしていました。なんか雑に仕事やってるんですね。このために国土交通省近畿地方整備局は、正規等級工業を2010年11月30日から1ヶ月間の指名停止処分しました。また、正規等級工業は労災の虚偽報告で指名停止になっています。結構いろいろしでかしますね。で、大野は中水以降、工事現場で作業員が骨折した事件では、無関係の捨て置き場で負傷したという虚偽の報告が函館労働基準監督署に提出。自分 の、 現場でやると、その労災の保険料率上がっちゃうので、他の業者のところにやらせるっていう。いやらしい。それこれもうそういう体質の会社だってことだよね。次が次へと。で、この道路舗装っていうのは、やっぱり競争が少ない。やっぱりアスファルトっていうのは、民間の人がアスファルトって発注しないので、基本的に公共事業、公共事業なんで、発注者はもう自治体国しかないと。ほとんどそうという状況で、どうしても談合は業界的に起こりやすい。そうですね。業者も少ないですから、大体もう業者同士で話すれば上手に請け負って、落札率 99% だとかでやっちゃうんですね。そういうことね。なので注目すべきは、公正取引委員会が真剣になってることで、まさにここでもう3つの事件挙げてるんですけど、ネクスト東日本の東北支社の談合事件、それから関東支社の談合事件、さらに今度神戸市のアスファルトの鉱材事件、こういう立て付けにやってるってことは非常に異例のことで、公正取引委員会はかなり本気でこの創業家の闇を暴こうとしてるんだと。これも創業家もある意味ブラックボックス化してますね、小木さん流に言うと。なるほど。さっき言われたけど、豊洲のなんか工事にも関わってたってね、さっき言われてますけど、大きなところにこういう影がちらちらで、公共事業を食い物するという、
災復旧講師だとか、これね、震災復旧っていうのはね、本当にあの現場の方のためになんか皆さんがあの復興税とかでね、税金がそれがこんな風に使われてもなんかげんなりしますね。そう、現場のためにならなくて、そう、そこでもうだから余計に高いお金で復旧するとか、そうそうそう、なるほどね。だから本当にあの現場の人、そこに住んでいる被災した人たちのためにならないんですか。そこに行って金だけ稼いで帰って、しかもこういろいろちょろまかしたりだとかしてるわけですね。とんでもないやつだ。東京グループは次が次と、これ結局ここっていうのは、まあもちろんあの先言われたね、あの東急建設の子会社じゃないんですけど、どうですか、人の移動っていうのはやっぱ東急建設とここの正規東急工業、それはありますし、東急グループ自身あるので、東急グループ内での移動があるんですよね。はい、はい、うん、東急建設から東急電鉄とか、まあ、学校関係とかもまあだからどうしてもそのなんだっけ、腐った体質っていうのはなんかもうグループ内で蔓延してるって感じなんですね。蔓延してまあ、みんながみんなというよりも、そういう人がいると、どうも、腐ったみかんにみんなになってしまっている。まあ、汚染されるといいですね。うわ、汚染が拡大している。なるほど。だから東急不動産もこういうね、人に対してひどいことをするような感じで。なんかね、嫌になっちゃいますね。うん、だって今回だって、例えばオリンピックの予算だってなんか、わけがまあまあまあ、なんかどんどん釣り上がってるような、はい、あれもなんか暖房で釣り上がってなかったんで、疑いたくなりますよね。まあ、豊洲の工事は完全に疑っていうか、もうほとんど確信的に言える、うん、その2回目になって上がってきてっていう。そう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 。あの震災復興で資材が高くなってるっていうのは、多少はわかるけど、でもなんかあれにどさくさ曲げて、いろいろなんか理由つけて、最初の発注の時よりも今も全部何倍にもなってるわけでしょ。まあちょっとね、オリンピックだってもう工事代がなんか当初のなんかいや2倍だったらまだ分かるけど、なんか何倍にもなってますからね。なるほどね、はいはい、これどうしたらいいの。やっぱりまあ、ここは公正取引委員会がね、目光らしてくれてるっていうのは、まあ、本来の仕事やってくれてるってことなんですよ。もともと公正取引委員会ってあんま仕事やんないから、そう、そう彼らもちゃんとやらないとね、公正取引委員会がいらなくなるようになっちゃうからね。で今まで、まあ、公正取引委員会って言うと、そうやって独占禁止法って方がイメージがあった。ああ、そうですね。シェアが高いところを監視するみたいなイメージがあったんですけど、はいはい、むしろ私的独占と不当な取引制限っていう方が同じレベルなんですよ。そうですね。そう、法律上そう。はい、うんうんうん、だから、別に独占を禁止するだけの世界じゃないので。そう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 。だってこれも事実上ね、そんだけ暖房で熱つり上げたら同じようなことが起きてるわけだしね、独占よりも立ち悪いですよね。だって取得独占、私的独占の禁止及び不公正取引 の、うん、取締りに関する法律か、はい、そうですね。だから不公正取引だよね、はい、この暖房なんていうのは。そう、そっちもちゃんと頑張んないと、あんまりね、やっぱり独禁法とか、ああいうことばっかりやってたよね。で、独占禁止法って実際は、まあ、まさに公正取引があんまり動かないっていうのは、うん、確かに独占禁止法だと動きにくいんです、うん、それこそ本当に頑張って、うん、マイクロソフトみたく、うん、普通に頑張ったらシェアがいっぱいになったら、うん、それを無理やり解体しようとかっていうのはなかなか大変なことなので、まあ、それはそれ自由主義に対してね、はい、逆行しますからね。そうそう、まさに自由主義の観点がすると、うん、不公正な取引っていうのは自由主義の観点でもけしからんことで、ルール違反であって関係だから、そうそうそう、それはバンバンやらなきゃ。そう、自由競争を要は阻害するのがやっぱり、はい、独占であり、寡占とかこういう単語の、はい、まあ、弊害ですからね。だからそういった意味だと、で日本もやっぱり左翼が強かったんで、はい、やっぱり独占禁止法っていうのはあまり日本の社会主義のために必要なものって感じで、独占禁止の方ばっかり持ち上げるような、はい、ただ重要なのはやっぱり不公正な取引の方なんで、はいはい、で最近はだそういった分野に対して嘘を入れるようになってきて、はい、今ではだから伝統的にだから電力なんかも、はい、まあ、公正取引委員会の対象外だったっていうのは、うん、はいはい、電力でも当然、新電電に対して東電が使わせないとかってなったら、それは公正取引委員会またになるし、いや、本当そうですよ。あと最近だったら、今まで電気って接続拒否できるんですか、はい、ね、はい、電気通信事業法では接続拒否できないんですよ。あ、そうなんだ。だから、かなり早い段階から。ああ、ああ、ああ。もちろん、その、正当な理由がない場合はってあるんですけど、うん、あれ、電力が嫌がるとっても、なんか、電圧が不安定とかそういう意味ですか、うん、だからちゃんと接続、ただまあ個人ベースはなんかオフグリッドとか言ってね、なんか太陽光発電だけで蓄電池置いてなんかやってるお家あります。菅さんの家もそれに近いもんですよね。そうそうそう、まあでも
ね、電力だとこの間あの原発のなんか廃炉費用とかまでかさむっていうんで、なんか8兆円だと払えないからっていうんで、新電力に対してもなんか上乗せするのかって、はい、えっと思っちゃうね。東電そろそろやめようかなと思ってるのに、よそから取るんだったら意味ない。だ東電からすると原発っていうのは、うん、みんなのための電力だから、逆に東電は金儲けだけやっちゃうと、うん、そういう経済的な発電ばっかりが盛んになっちゃって、はいはい、環境に悪いから経済的には悪いんだけど、環境にいい原発をみんなで負担しなきゃいけないんだっていう論理、うん、環境にいいって言ったら福島の環境めちゃくちゃしたんでね、よう言うわって感じ。だから逆になんか最適な、うん、そのユニバーサルサービスとか、うん、そういう環境とか、はい、そういうのの論理が電力自由化を阻害する理由として東電が持ち出す、はい、東電の、まあ、古い官僚とかは、あ、まあまあ、自由化して、まあね、今回確かに太陽光発電とか新エネルギーで、はい、あのちょっとやっぱり買い取り制度を高くしすぎちゃったから、ああやってね、なんか今おかしなことになってますけどね。そうスペインなんかそういう失敗例を、はい、今日本も同じ鉄になって踏んでますけどね。どこもあれ海外鉄もどんどん下がってきてるでしょ。そう、いや下げないと、あの意図的に高いと、あのそれをあのやっていくと電力が高くなりすぎるんで、だって九州なんか、なんかあの太陽光発電だけでも全部賄えるぐらいのあれができちゃって、九州電力が買い取ったらえらいことになるんで、やっぱりそれ利権になって、うん、まさに東急の話ですよ。東急不動産の社長っていうのは、うん、それであのクビになったっていうか、コンプライアンス違反を起こして、うん、あ、そうなんですか。あの太陽光発電利権ができちゃっていて、太陽光発電に対する不動産ファンドができちゃって、東急不動産 その出入り業者が社長に対して、はいはい、ここ買ったらいいですよってやって、だからそういう利益共有疑惑っていうのは週刊誌で報道されて、三枝俊之社長はクビになっちゃう。あらららら、確かにあんだけの利権になって、あれなんかあの設置する権利、設置しなくてもなんか権利になるから、みんな割れについても教えてます。あれ設置を何年間もしなかったら権利証明するに変わるんですか。ああ、いや、だから土地がどんどん厳しくなって、そうそしたら買い取り価格も高すぎたんだから、まあ、当然下がるのはしょうがない。だってあれ菅さんがね、うん、自分の辞任と引き換えにねじ込んだんだ。そう孫正義も推奨で、そうだから菅だってお前どこの国のあれなんて、そう全くだ。でもね、菅さんの長男さんはなんとか R がした。ああ、これも R、 今も R なんですか。いや、 R とかもあります。どうなの、でももうあのだって中退したの。でもね、民進党の議員さんもみんな R、 R 卒業したの。あれ学会じゃなくて中退、高校まで R で、うん、大学は京都のあんまり聞かへんから、ね、あれ中退じゃなかったっけ。高校までか、そうですね。でもね、一つね、R のいいとこ言いましょうか。うん、ね、聞いたんですよ。うん、いや、もう、法政学園でいいですか。そいや、それは、そんなことの息子は、それは、法政学園って。法政学園って。はい、映画館で。都立って映画館してたら、結果出る前に入学金もあってくれる。あ、いい学校ですね。それは、今は、その時待たなかったら、あの消費者契約法を。入学金もなんか一回裁判あったんですよね、あれ。それは1回目授業料でしょ、それは。入学金がそうなって。いや、授業料、授業料。なので、前期の授業料、なんか授業料がそうだったんで。前期授業料は消費者契約違反だったんですけど、入学の権利金も、入学金も、それは自主的にね。それをね、なんかアンケート取って、先願で都立独学票待ちですかって言ったら、その後でもいいですよって。心の懐の深い。とかいろいろ、本当にお金あるのかもしれない。まあまあ、宗教団体ですかね。なるほど。やっぱりテレビにようかすからちゃいます。ああ、問題作の高校教師とか。なるほど。高校教師のロケ地は、そうよ。あ、そうだっけ、あそこ。そう、あの桜井ね。あ、桜井。なんとかとか。そう、桜井ってすぐ桜井よしこって言って、違う。そうだ、あの、覚えてます。あの、僕ね、高校教師の映画の方で僕出てるんですよ。エキストラで、あの映画の方っていうのは、遠山京子の、そう、遠山京子さんの、そうあ、そうそう、なんか色白美人ですけどね、輸入はどうしてんのか、で、あれはあの燃え尽きてしまう、そうあの極楽寺とか鎌倉の方であれ、あのそうロケとか、いわゆるあのあっちの最初のテレビドラマ版の、そうあの桜井さんが出てる方ね、そうあれはロケ地が何よ、その高校生学院なんですか。他にもなんかいろいろそういうことも、ね、芸能界とやっぱりつながりが深いんですよ。野島真嗣もそうなんですかね。かもね。あ、それと知ってます。はい、最近分かったんですけど、
ライダーのね、うん、ロケ地にね、うん、あの青梅の自称厚生会研修施設が多数使われていることが分かりました。どういう場面に使われるの、カメライダー。いや、ショッカーが出てくる。あ、ふぅって出てくるとか、怪人が爆発する時とか。あれ、なんかよく工事現場じゃないけど、なんか採石場みたいによく使われる。そう、それそれそれ、ボルにそういうとかね。あ、そうなの。あるいは、東京近いとかですね。あるいはその、機械だとか、機械だ01が、そのサイドカーで、はいはいはい、こう走っていくシーンとかに。はいはいはい、あ、だってあれも